ではエンジンルーム見ていきたいと思います。純正でカバーがねこれついてますけどちょっと外しました。見やすいように。9万3000キロのエンジンですね。見てるだけだとそんなに特に気になるところはなさそうですかね。エンジンルーム内は特に社外品パーツ等はございません。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。